雲の一辺も見えぬ早球、見事な快晴ね。この身は暗黒の住人なれど、やはり美しいものは美しい。そこがまだ痛い。転んだ拍子に近くの水たまりに突っ込んで、その衝撃でカバンの中身ぶちまけちゃうし、バスには乗り遅れて遅刻するし、なんであんなとこにバナナの皮なんか落ちてるのよ。あれがなきゃ転ば、いや、なくても転んでたのかしら。はぁ、なんであんたたちまでため息つくのよ。よしこちゃんだって転んで水たまりに突っ込んだ挙句、バスに乗り遅れたみたいな悲壮な顔してどうしたずら。なぜわかる。最近あんまりいいことなくて元気出ないんだ。忘れ物したり、帰り道にワンちゃんさんに吠えられたり、授業で突然当てられた問題がちょうどわからなくて飛ばしたやつだったり。マルもお気に入りの小説の上にお茶こぼしちゃったり、食べようとしたお弁当をくしゃみした拍子に全部落っことしちゃったり、今朝は家の花瓶に生けてあるお花が茎の真ん中から突然折れたずら。ちょうど丸が視線を向けた瞬間に、え、吹きつづら、これは協調に違いないぞろ。こんなに不幸が連続するなんて、絶対何か悪いものが取り付いてるずら。そんな、もしかしてドゥビーも呪われてたりするんじゃ。ちょっと二人とも落ち着きなさいよ。何をどうすればそんな考えに。二人とも完全にパニックになっちゃってる。どうしよう、どうすれば。あ、そうだ、確かカバンに、どこだどこだ、あった、これだ。二人とも静粛になさい。え、あなたたちの頭上には今苦難の星が瞬いている。まるで明かりのない夜道を一人で歩かされているような不安に震えおののくのも無理はない。そんなあなたたちの進む道の果てを、この堕天使ヨハネが占いましょう。神秘の戦術七つ道具、大いなる運命のアルカナってね。占い？アルカナ、まさか、まさかそれはタロットカード。は、ルビーちゃんが突然元気に。タロットといえばミューズの東條のぞみさん。スピリチュアルパワーで数々の困難からメンバーを救ったという伝説の持ち主。なんとミューズにそんなすごいメンバーが。相当話持ってる気がするけど、まあとにかくこの22枚のタロットカードの中から2人のことをイメージしながら1枚ずつ引くわ。それがあんたたちに待つ未来よ。こんな風に直接占ってもらうなんて初めてかも。ドキドキする。じゃ、引くわね。ズラマルはこれ、ルビーはこれ。早っ。こういうのはうだうだ悩まず直感でやるもんなの。さて、どんなカードが出たかしら。ズラマルは、おほう、不思議な絵。これはどんな意味なの。太陽、自由と幸福のアルカナ。ズラマル、あなたに明かりは必要ないわね。もう夜は明け、日が昇る時だわ。光が満ち溢れ、気分も運気も上昇していくでしょう。あんたに取り付いているとかいうやつもたまらず逃げ出してしまうくらいにね。おお、本当に。ヨハネの発する魔の引力が偽りを導くことはないわ。さてルビーは、おっと、これは、何？悪いのが出たの？運命の輪、変化と成長のアルカナ、
それの逆位置。ルビー、あなたの夜が明けるのはどうやらもう少し先のようね。そんな、じゃあまだ悪いことが続いちゃうの？悲観してはいけないわ。和というものは常に巡るもの。苦難の星もやがて位置を変え、昇る朝日にそのきらめきは消えることでしょう。授業でいきなり当てられようが、階段にすねをぶつけようが、諦めず、下を向かず、やがて来る朝を信じて進むのよ。はい。あんなに不安だったのに、不思議と気が楽になったずら。よしこちゃん、このカード、お守りに持ってていい？ダメ！大いなる運命のアルカナは、22枚揃ってこそ、力を発揮するの。戻しなさい！今日は時間通りにちゃんとバスに乗れたわ。バナナの皮も水たまりも見当たらないし、無事に教室まで行けそうね。よしこちゃーん！ズラ丸？それにルビーも。どうしたのよ、そんなに慌てて。何かあった？よしこちゃんの占い、早速当たったズラ！え？昨日ね、帰りに寄った本屋さんで大好きな小説の最新刊の最後の一冊が買えて、家に向かう途中でおばあさんに道を聞かれたから教えてあげたら、お礼におまんじゅうを3個もくれて、あと今朝はタンスの角に足の小指をぶつけそうになったけど、体をひねって回避できたズラ。そう、よかったわね。ルビーもね、花丸ちゃんみたいないいことがあったわけじゃないけど、夜中にいきなり目覚ましが鳴ってびっくりしてベッドから落ちちゃったんだ。しかも顔から。時間間違えてセットしちゃってたみたいで、痛いし心臓バクバクするし真っ暗だし、なんだか無性に悲しくなって泣きそうになったんだけど、その時よしこちゃんが言ってくれたことを思い出したの。諦めず、下を向かず、朝が来るのを信じて進めって。そしたら、心がスーッと落ち着いて、涙も引っ込んじゃった。朝になって目が覚めた時は、すごくすっきりした気分だったんだ。ありがとう、よしこちゃん。もう嫌なことがあっても、ルビー、落ち込まないよ。うんうん、大天使、ヨハネ様のおかげずら。ありがたや、ありがたや。昨日の今日でこんなに持ち直すなんて。まあ笑顔が戻ってよかったわ。二人がニコニコしてないとこっちも調子狂っちゃうしね。って、私は天使じゃなくて打天使だってば。